横浜 FC の皆様、今季の J1 での暮らしいかがお過ごしでしょうか。いやいやね、みんな他のクラブは持ってますよ。今季横浜 FC がいてくれてよかった。なぜなら今季の降格枠は一つしかないのに、それを確実に横浜 FC が埋めてくれるから、他のクラブは心穏やかに今季のシーズン過ごせることでしょう。なので私からも言わせていただきますよ、横浜 FC の皆様、今季 J1 にいてくれてありがとうございます。てよ、お、言うとよ、思ったのか、おい。横浜 FC を率いる四方田監督、彼はこのコンサドーレの恩人中の恩人なんだよ。なぜならアカデミーで今の主力選手たちを育てて、サッカー面だけじゃない学校とかそういう私生活のところまで目を配り、その育てた選手たち、トップのバルバリッチ監督が解任になり、その後を継ぎ、その自分が育てた選手たちと共に J1 昇格、そして J1 残留を勝ち取った。今のミシャの色が強いコンサドーレだけど、その流れをどうにか作っていった。つまり恩人中の恩人、それが四方田監督ですよ。そんな彼が今横浜 FC で J1 で苦しんでいる姿、本当に見ていて心が痛いですよ。本来ならこのミシャとヨモダ指定対決、もっともっと注目されていいカードなわけですよね。だけど今横浜 FC がダントツで最下位にいるから、いまいち盛り上がりも欠けるわけですよ。そもそも J リーグっていうのはどこが優勝するかわからない、この力が拮抗しているところがヨーロッパと違う魅力なわけで、俺から言わせると、何確実に高価格枠の1枠埋めてくれちゃってんだよ横浜 FC ってことですよ。なんでね、この第2戦はどうにか横浜 FC の皆様に頑張っていただいて、もっと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  J リーグ、いや日本中の注目をさらうこの指定対決カードにしていきたいわけですよ。なんで横浜 FC の皆様には忠告させていただきますよ、この1周目の対戦で勝てないと2周目他のクラブは、あ、どうせ横浜 FC には勝てんだろう、そういうリラックスした状態で試合に臨んできますよ。そうなると2周目勝つのは本当に難しいですよ。ですから、だからこのどうにか1周目の間に横浜 FC の皆様には立て直していただきて、どうにかこの J リーグっていうのの盛り上がりにもっと貢献していただきたいわけですよ。それが J1 クラブの役目ですよ。つまり何が言いたいのかというと、この4月29日、札幌対横浜 FC、いや横浜 FC 対北海道コンサドーレ札幌、この試合は我々コンサドーレがいただきますが、それ以降の試合はどうにか頑張ってくださいよってことですよ。つまり何が言いたいのかというと、4月29日、4.29 日発ミスサワ競技場大会に私も行きますので、それまでトランキーロー、あっせんなよってことですよ。しっかりその場でこの目で四方田監督の今の姿、中村俊輔コーチの今の姿、そしてハッチソンコーチの今の姿、しっかり横浜 FC の現状を味わせていただきますよ。ではその日まで、その日にお会いいたしましょう。アディオス。